はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。9月の8日木曜日でございますね。まったりとしてます。お昼にビール権利を3回いただいてですね、ふわーっとしてますけども、今日からですねこちらに帰ってまいりました。昨日、おとといとですね、ちょっとだけ遠いところに行ってましてですね、別にそんな大したことないですけど、そちらから動画をお送りしてたんですけど、今日は帰ってまいりました。さて、1時半になりましたんで、日経平均はプラス561とこの辺でうようよしてますね。ドル円が若干円高に触れてまして、143.87 ですね、若干です。その他大きな動きは米国の10年利回りが下がってますね。 3.23、 まあまあ下がってます。原油 82.85 と軟調ですね。 WTI です。でその他はですね、香港はやや軟調マイナス74、ですね。注目のドルウォンですがですね、 1379.91 と今日はデイタイム頑張ってますね。はい、でもデイタイムが終わったあと夜の部でどうなるかというところがございますけども、さて、クーリエジャポンというこれはあれですかね、フランス系ですかね、の記事がございまして、人口学者が詳しく解説、大量流出した個人情報で判明、中国の人口はある時点から急減しているという、これはですね今日の記事ですね。長いんでですね、かいつまんでいきましょう。テキスト by イエ・フーシアン、フーシアン、まあ、多分間違ってないと思いますけど、はい、YI ですね。フーシアンは FUXIAN、 リードこんな感じです。中国は人口統計の数値を捏造していると指摘されており、異議を唱える者は取り締まりの対象となってきた。そのため同国が公式としている人口に関してさまざまな議論がある。そんな中、中国の公安当局が管理する10億人分の個人情報は流出した可能性があると7月に報じられた。氏名や住所、犯罪歴、病歴記録まで、が含まれており、史上最大規模の情報流出とされている。著名な人口学者である、イ・フケン、知りません、ちょっと適当に読んでますけど、イ・フケンによれば、この事件によって漏洩した情報が、このイ・フューシャンさん、ウィーフーシェンさんのことですね。日本語で読むとイ・フケンさんですね。この事件によって漏洩した情報が中国の数値捏造を裏付けるという。で以下このフーさんの、フーさんちゃうイーさんのYI って何て思うんですか、ウィーですよね、イエですかよく分からない、この方の原稿なんですけども、途中飛ばしました。例えば摂政大国空想は2007年の出版直後に発禁となった。同紙は中国の一人っ子政策への懸念を表明し、人口の減少が始まるのは中国当局と国連が世界人口予測2006で推定した2033から34年ではなく2017年であると予想したからであると、でね、以下こう ご自身の予測とですね、中国の当局、共産党ですねが発表した数字がいかにこう違っていってですね、実際のところですね、中国の人口は連中が言うてるほど行産ではないという話が延々と書いてあります。中国が一人っ子政策を変えて限定的な二人っ子政策を導入したのは2014年のことだ。そして全面的な二人っ子政策の施行は2016年であったことを思い出そうと。一人っ子政策は中国における出産の概念を不可逆的に変え、中国経済の形をも組み替えてしまったために、
2015年にも17年にもベビーブームが起こることはなかった。その後もまた同様であると、台湾における1989から04年の平均出生率はわずか 1.6 であり、05から21では 1.08 だ。台湾ってえらい減ってるんですね。一方で世界人口予測2022は04から19年の中国の平均出生率を 1.68 としている。一人っ子政策が出生率を下げることなく、実は増大されて増大ね、増えるっていうのさせていたなどという話が信じられるだろうかと。一人っ子政策が守られれば 1.0 を切るはずですよね。00年と10年の中国の人口センサスでは合計特殊出生率はそれぞれ 1.2 と 1.18 であり、第一子出生率はそれぞれ 0.86 と 0.73 であった。まあ以下ずっとね書いてあるんですけどね、上海警察からですね漏洩したんですって情報が。多分それどこが持ってるんでしょうね。アメリカ持ってるんでしょうね。このデータから分かるのは、1991年以降の出生率は私がかつて予測した以上のスピードで減少しているということ。そして04年や11年に出生率のピークを迎えたということはありえないということだというふうにこの人書いてありますね。つまり中国の実際の人口は政府公式発表の 14.1 億人ではなく、私の推定であった 12.8 億人よりもさらに少ない可能性がある。ここから示唆されるのは、中国の経済社会外交防衛政策はアメリカや他国の対中国政策と同様間違った人口統計データに基づいているということであると。まあこういうふうに書いてありますね。まあ以下ありますけど、かいつまで読ませていただきました。まあね、あの国のが発表するデータ統計データが本当ではないというのはですね、これはまあ世界的なコンセンサスではないかと思いますけど、 14.1 億というふうに公式に言われているのがですね、実は12.8よりさらに少ない、まあ12ぐらいなんでしょうかね。もうすでにですね、あの国がですね、こうどう言いましょうね、人件費の安さと労働力の豊富な良質で豊富な労働力が魅力ということではなくなっているような気がします。それは日本より若干労働力が安いかもしれませんが、それはですね、まあ、かなりこう田舎に行かなきゃいけませんね。つまりもうかつて僕ら昭和世代が見ていた中国ではなくなっていてですね、かなりいびつな人口形態のですね、いびつな国になっていてですね、今後あの国がですね、経済成長をバンバンしていくと、年に 5% 8% とか2桁なんていうのはもう夢のまた夢になっているということですね。で今後ですね、こうすごい高齢化が進んだですね、まあ、日本も今経験しているこのいびつな高齢化社会になっていくんだろうなという感じがします。それも急激なスピードで、一人っ子政策なんていうこうなんかアホなことやってましたから、それによってですね、つまり若年層が著しく少なくてですね、高齢者が多いという構成になって、多くの若年層が高齢者を支えなあかんのに、社会保障社会福祉関係は全然進んでいないという状況で、どうなるんでしょうね、知りませんけども、これクリエジャポンね貼りませんのでですね、探してください。記事のタイトルはですね、長いなこの記事、大量流出した個人情報で判明、中国の人口はある時点から急減していると
という記事でございます。中国人の人口学者がお書きになってる話であって、まあね、こう何となく想像はしていたけども、やっぱりそうなんということですね。あの国これからね大変ですよ。もう今までのモデルが崩れてですね、どうやってこうシュリンクしていくんやろと思いますけどね。あの民主主義国であればね、政権交代っていうのは選挙でできるんですけど、あの国それないでしょ。だひたすらあの共産党政権がですね、こうトンチンカンな政策をやりながらこのモザイクロシムですね、大国が衰退にこうなっていくのかと、まあ勝手に衰退してくれる分にはいいんですけどね、巻き込まんといてねと、私なんかひたすらそう思っていますと、まあそういう話でございました。探してください。はい、皆さんどうもありがとうございます。